第1ゲーム簡単にキープです。本当にうまいんですよ。ネットを越えた。とても大きくなったなという感じがしました。あ、ロブでいきました。いいショット持ってるんですね。サーブ&ボール14本ダントツですね。2位がサンプラスで41本です。10面が勝っています。あっちょ、第4ゲームで慌てて追い、あ、ジャストアウト。やわらかいロブです。強くたパーセントポイントを取っています。前ですね。いました、クレメン。ドライブボレー、あーすごい、勝負に出ました。ブレークバックです。特にこの前のゲームは全部が入ってませんね。おっと、これは深いバックでチャンスを掴んだんですが、なおこの試合もう連続エース。ハイボレー、第1セットタイブレークです。子供さんの声が飛んでいます。
ウトです。あ、また顔を叩いてます。何やってるんだというところです。これは一瞬出るのためだったですよね。ここです、ここです、ね、変えました、ね、本当にこの人の、大きなアウト。第1セットタイブレークの末クルメンが先取しました。アウト。さてよ、相手のサーブをダウンさせて追いついたわけですよね、はい、第1セットの 7-6 に続いて第2セットは 6-4
フォーゲームゾーン。うわうまい。しかもちょっと溜めたような感じ。これがうまいですね。ああ深いこれがうまい。最初のポイント何度もなかったのがあそこで負けることの厳しさというか、に気がついたんだというふうに言ってるんですがね、僕は負けてよかったんだというふうに言ってますね。うわ決めに行きました。そして決めました。7-6、6-4、6-4、ストレートセット。さすがはシード選手というところを見せました。第15シードアルノー・クレメン、ロジェ・フェデレを下して4回戦進出です。それからフェデレには、はい、これ以後ねまたその勝つことの厳しさ